いやあのツッコミ最高でした。さすが小倉さん、なんかこうスタジオ中が凍りつきました。いや最高でした。もうあんなのなんてことないわよ。私の若い頃はビンビンよ。ゆうこ、今日プリン食べてもいいですか？あ、もしもし。あ、お疲れ様です。ゆうこ、マシュマロがお口の中に150個ぐらい入るかな。あ、すごいね。見てみたいね。ゆうこ、昨日ポーランド人になった夢見たもん。今度ポーランド行けたらいいですね。喋んなっつってんの。小倉さん、頑張って。靴ひもほどけてませんか？はい、じゃあ小倉さんお願いします。はい、よーい。燃え上がりましたよ。最高っすよ。もうなんてことないわよ。私が若い頃はポンポコでいいよ。ポーランド人って一体何食べるのかな。今度ポーランド行けたらいいですね。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。電源切っとけつってんだろ。っていうか口の中にグー入るかも。すごいね。見てみたいね。あ、これからのね、予定はね、14時から雑誌の取材があるわよ。小倉さん頑張って。だから靴ひも取れてませんか？